私が幼稚園の年長さんの時にホワイティが大牟田市動物園に来ました。でその時にお友達がホワイティっていうホワイトタイガーが来たよって教えてくれて、すごい羨ましくてお母さんにお願いしてここに連れてきてもらってホワイティに会ったことを覚えてます。最初はやっぱりあの時のっていう子供の頃の気持ちに戻って嬉しかったのと、あとはホワイティにいろいろな取り組みを先輩方がやられてるので、それを一緒にできるっていう、学べるっていうことがとても嬉しかった2つがあります。ホワイティは高齢になってきたので、お肉をそのままあげるだけではなくて骨を砕いて食べやすくしたり、薬をただあげるだけでは食べてくれないので馬肉の中に入れて食べやすくしたりしています。またホワイティが過ごしやすいように藁を引いたり、いろいろな工夫に取り組んでいます。ホワイティにはこれからも長生きしてほしいと思いますし、できることを頑張っていきたいと思います。